よし、じゃあやろう。今日は2023年の4月の21日です。こんばんは。金曜ロードショーでボヘミアン・ラプソディをやってる日ですね。もう何回も見ながら僕はいいです。リーロリ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 ロレロ、リーロリ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 ロレロ、オーライオーライ。違う、今日話したいのはそれじゃないんだ。ティアーズ・オブ・キングダムの、テレビ CM がですね、出たそうです。いやー、まだ僕見てないんですけど、まあ、なんか30秒 CM が3パターンあるらしくて、いやー、見たいなと思ってますね。金曜ロードショーに提供で任天堂は入ってるんですかね。まあそんな感じです。よろしくお願いします。いやー、日々発売日が近づいてくるわけですがね、ファンアート描きたいとかいろいろあるんだけど、体がもうブルドーと同じぐらいにこうね、もう動けなくなってるんですね。どうしたらいいんでしょうかね。とりあえずユンボーをどうにかしなきゃいけないらしい。一応ここに来るまでに祠を40個ぐらい回ったのかな。ハートが増えて、あと頑張りゲージも増えましたね。だから、まあ、ルーダニア行くだけだっていうのは、楽は楽ですけど。大丈夫？何やってんの？あはは、壊れた。しかも失敗したな、ウィンドボールね。今ね、やってしまいましたね。で、どうすんだっけ。だいぶ久しぶりだから忘れちゃうね。ここに入れてドカーンでしょ。これ入れて叩くんだよな。イエーイ。覚えてた。ピコピコなってんの。これか。これを。ユンボーだ。かわいいな。あ、かわいい。これ海外版のやつでやるとユンボー声変わりしてんだよ、すでにね。だから多分ティアーズオブキングダムではもうちょっと凛々しくなってんだろうなって思いますね。びっくりさせるために予告に出てないんだと思うんだけど。ひょっとして君が岩を壊してくれた頃、ああ、そっか。
コロがゴロになるんだろうね。ユンちゃん、そうか、ユンボウから棒が取れちゃうのか。絶対かっこよくなってんだろうな。もうこの頃から筋肉は一応あるしね。ドゥビドゥビドゥ。楽しみだな。だから前作を知ってる人とかも全部こうあれなんだろうな、騙すような感じになってんだろうな。ここにこれがあったはず、すいませんみたいなことをさ、ブレワイの常識が通じなくなっちゃう、なんてなってんだろうね、多分ね。このダルケル様にも意地があるからな。神獣の訓練で他の3人に遅れを取るわけにはいかねえ。俺はよ、ここから見る景色が好きなんだ。見ろよ、あの美しいゴツゴツしたうまそうな岩の尾根。厄災ガノンとやらがどんなやつかは知らねえけどよ、俺は必ずこの景色を守ってみせるぜ。なあ、相棒。そういや、おめえを姫さんお付きの騎士に選んだのはハイラル王だってな。じきじきの指名じゃねえか。頑張んな。まあ、あの姫さんはじーっと気合い入りすぎっつうか、余裕がねえっつうか。特におめえには、なんだ。危なかったな。しかしなんだ、ここ数十年デスマウンテンは静かだったのによ。しかも落石が起こるほど
山が荒ぶるってことは、いや、まさかな。ああ、でもいよいよ最後か。頑張っていきますよ。でもう何やってんの、もう。あ、でひどいな。よし、よし、やるぞ。今日はルーダニアクリアするまで。で、明日、なんとか全ムービーを見て、クリアするところまで行きたいですね。助けてくろー。
何棒だっけ、一応持っとこうか。かわいいな。この捜査官とかどうなるんだろう。あ、外した。あ、当たった。よかった。タイミングがちょっと早かった。何が違って何が変わらないんだろうな。口笛で止まるやつとか可愛いんだよな。寝こうかね。
しょうがなかった。綺麗だな。夜はやっぱりちょっと見えづらいけど、日が差してくるとここはロケーションがとてもいい。あれ？ちゃんと狙って怒られちゃう。ああ、終わった。ごめんごめん、我慢が足りない。
だらららら。かわいいな、ユンボ。これって最後だからね。どうしようかな。ミファーを頼れないな。よし、最後だ。いいんじゃない？そこそこ失敗とかしてここまで来れると。ここのムービー好きなんだよな。ユンボーがこうねビビってる時にリンクがこうこの火山の火口にね迷いなく飛び込むシーンかっこいい。やった頃。弱って加工に逃げた頃。うん、今がチャンス頃。うん、急ぐ頃、うん。かっこいい。ここでティアーズオブキングダムだと多分。ユンボーがこうやって率先して飛び込むシーンが多分あるんだろうな。リンクを見て学んだようなとこが多分あるんだろうな。みたいな。はい。久しいな、相棒。あ、はい。おめえは必ずここに来る。うん。俺はそう信じてたぜ。うん。ガノンに乗っ取られたこのルーダニアを奪い返しに来たんだよな。うん。なら
まず内部の構造を示したマップを手に入れなきゃならねえ。あれがマップの情報が入った誘導石だ。あそこへ向かえ。これ真っ暗になるのがかっこいいんだよな、俺な。あれ、なんだ。ああ、そっか。古代だか。大丈夫なんだっけ。あれ？あれ？拾うとダメなの？でもこの暗闇のステージは本当に嬉しかったなぁ。なんだろうなぁ。よいしょ。全部が真っ暗でも嫌だけど。なんか古き良きがやっぱここにはあるよなぁと思うね。あとはあれか、真っ暗な森もあるしな。これをだから2000年代にこれ復活させたっつうのはすごい。松明の明かりだけでなんかするっていうのは素晴らしい。よーし、はい、真珠のマップを手に入れたな。はい、マップをよく見な。うん、光っている印が真珠バ・ルーダニアを制御する端末だ。はい、ルーダニアを取り戻すためには制御端末を全部起動させなきゃいけねえ。頑張ります。託したぜ相棒。やりたいことやって、いや、行こう。なんかここのマップでなんだっけ、感動したとかっていうのがあるらしいので、ね、なんだっけ、ルーダニアの足の方で回転させると出てくる何かがいいらしいよ。この間に入るのもいいけどね。残りの制御端末はあと4個。その調子だ、相棒。はい。Thank you.
え、違うんだっけ。そうだよね。遅いよ、転がってくんの。残りの制御端末はあと2個。うん、もう少しだな。ああ、今日もうちょっとで終わっちゃう。どうすんだっけ。残りの制御端末はあと1個。あと1個だ。このダルケルとの戦いで爆弾使えばいいんじゃねえかなっていう、あのヒントまで粘るの大好きなんだけど、どうだろうな。それはダメなんだろうな。時間かかりすぎるからな。する手はないだろうかとか言ってたやつが急に答え言い始めるわ。あれが好きなんだけど。足の上のところにあるやつがどの方のやつか。よかったって言ってた。ほんでどこに着地すればいいんだっけ。あ、ちょうどよかった。よし、制御端末はこれで全部だ。メイン制御装置を起動させられるようになったぜ。うん、マップをよく見な。うん、新しく光っている大きな印があるはずだ。そこへ向かえ。けど気を抜くなよ、相棒。
で、多分この辺のどっかにあるんだろう。この足っちょの先かなんかに多分あるんでしょう。そこに宝箱があったのがめちゃめちゃ感動したっていうのを前にプレイした時教えてもらったけど、ね、素晴らしいですよね。ガノンが作った化け物だ。100年前、俺は不覚を取っちまったが、うん、おめえならきっと。さあ、やっちまいな、相棒。やつの体験に気をつけな。どうしよう、どうしよう、粘るか、ね、いや、いいよね、やっつけちゃう。これはもう、どっかの動画のダルケルセリフ集にあるはずだ。いやー、じゃあ今日はここまでかな。これで13個ハートは。
ねえ、マスターソードまで抜いちゃう？マスターソードはまた別でいいか。次回はマスターソードと記憶を全部巡ってガンのターンと。やったな、相棒。頑張りたいね。おめえのおかげで俺の魂も解放された。ありがとうよ。しかし面目ねえ。俺はハイラルを守ることもできずやられちまって、あげくおめえにえらい苦労をかけてよ。そうなんだな。ダルケルの継承はリンクとユンボーンなんだよな。この通り取り戻せた。これで100年前の仕事だけはきっちり果たせそうだ。俺はこれからこいつを動かしてガノンの野郎を狙いに行くぜ。おめえがあの城で奴と戦うとき、すげえ一発を打ち込んでやる。それから俺の力、ダルケルの守りをおめえにやるよ。魂になった今の俺にはもう使えねえからな。役立ててくれ。忘れるなよ。これからのおめえには俺の守りの力が共にあるってことをな。じゃあ行きな、相棒。姫さんを頼んだぜ。でもガノンの野郎に一発かませるぜ。リンクが奴と戦うとき、このルーダニアのどでかい一撃をガノンにお見舞いするって寸法だ。100年ぶりのハイラルか。悪かねえ景色だ。どうやら我がふるさとも健在みてえだな。大厄災の後ゴロン族はどうなったかね。みんな無事で元気ならいいんだが。本当に悪かねえ景色だ。これと対照的にミファはお父様は元気かしらって会えないんだよね。いやーいいね。だ全員が全員こうさ、例えばナボリスのシーンでルージュンに挨拶するところがあるとかじゃなくて、
ダルケルだけがユンボーに手を振るんだよね。あ、はい、DLC が来た。リンク。はい。ありがとう。いえいえ。あなたのおかげで、すべての神獣と英傑たちの魂が解放されました。いえいえ。彼らは待っているでしょう。はい。あなたがハイラル城でガノンと戦う時を。はーい。そして私も、うん、待っています。あれまだだっけ、 DLC はどうやっていくの。いや、どうなんだっけ ?DLC のなんか、あのね、背の高い祠出すのはどうやるんだっけ、忘れちゃった。ここでもう直接聞けるのか、迷いの森にあるんだぜ。さて、あれ？あれ？どこで聞けるんだっけ？リンク、リンクっつって、あれは違うのか？一回クリアしないとダメなんだっけ？ DLC のやつ。忘れちゃったな。どうすんだっけな。まあわからないけど、とりあえず今日はこれで終わろうかなって思います。よし、じゃあ次回はマスターソードとムービーとぐらいかな。終わりましょう。ありがとうございました。